どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、久しぶりの 20% 還元のねキャンペーンが来ましたので、こちらね解説させていただこうと思います。ローソン D 払いで 20% 還元というねキャンペーンが来ました。こちらね本日から開始というキャンペーンで非常にねお得なキャンペーンなんですけども、ちょっとね罠とかも多いので、ぜひね最後まで、ご視聴していただければなというふうに思います。キャンペーンの概要ですね、期間がですね7月14日から、7月31日エントリーが必須というキャンペーンになっておりまして、支払い方法は D 払い、対象の、お店はローソンというふうになっております。1回の獲得上限はですね、500ポイントということで、対象支払い金額は1回2500円、期間中5000円までっていうふうになっております。期間中のね上限は1000ポイントというふうになっております。でもらえるポイントは期間限定ポイントの D ポイントというふうになります。こちらのキャンペーンはね D ポイントカードの提示が必須というふうになっておりますので、注意していただくのと、こちらの D 払いの支払い方法なんですけども、 Dカード払い、口座払い、携帯料金合算っていうねこの3点になりますんで、まあ、ちょっと後で解説するんですけども、この点はね、覚えておくようにしてください。で、今回のねキャンペーンの注意事項なんですけども、今回のこの 20% 還元の最低支払い金額がですね、公式サイトにですねいくら以上っていうね明記がされてないんですよね。で、公式サイトにはですね、ちょっと読み上げちゃいますね。D ポイントカードの提示及び D 払いの支払いのそれぞれポイント申請された場合のお買い物が対象というふうになりますんで、まあ、おそらくですけども、税抜き200円以上に、ね、なるかなと思いますんで、よく覚えておくようにしてくださいね。っていうことなんで、200円以下のね決算の場合は今回の 20% 還元の対象にならないっていう風になりますんで、こちらね注意していただければなという風に思います。次にね支払い方法なんですけども、先ほども言いました通り D 払いで、まあ、支払うわけなんですけども、 D 払いの支払い方法もですね、 D カード払い、口座払い、携帯合算払い、まあ、こちらの3つがあるわけなんですけども、まあ、この D 払いっていうのはね、ドコモの契約の方以外でももちろん利用できますし、 D カードですね、クレジットカードを持ってなくてもですね利用できるんですけども、その場合ねどうやったらこのキャンペーンね、対象になるかっていう話なんですけども、口座払いっていうのにねしていただくと、利用することができます。で、この D 払いの口座払いっていうのはどういう支払い方法かというと、口座払いっていうのがですねイコール、まあ、残高払いっていう風になりまして、 D 払いですね、銀行口座からのチャージ、セブンイレブン ATM からのチャージでもこちらね口座払いっていう風になりますんで、もしですね D カード持っていらっしゃらない方とかですね、 NTT ドコモのね回線持ってない方はですね、まあ、こちら一択という風になりますんで、私もですね D カードも持ってないですし、 NTT ドコモのね回線も持っておりませんので、まあ、私もですねこちら口座払い一択っていう感じになるわけなんですよね。ですんでね D カード、 NTT ドコモのね回線持ってない方はね、この点はね覚えておいてください。ですね、ポイント払いとかねしてしまうと今回のね還元にはね対象になりませんのでね、この点も忘れないようにしてくださいね。次にですね、じゃあこの口座払いの場合、このチャージ方法ですよね、こちらねちょっとね簡単に解説していきたいなと思うんですけども、2パターンありまして、銀行口座からチャージする方法とセブンイレブンの ATM からねチャージする方法があります。銀行口座からねチャージする方法なんですけども、こちらね画像を出しておきますけども、ウォレット画面からチャージのボタンを押していただくと銀行口座をね選択することができます。そうするとですね、まあ、銀行口座を選択して、まあ、銀行口座からね、まあ、入金するっていう感じになるんですけども、ちょっと個人的にはですねこちらの方法はね、まあ、銀行口座等々の登録も必要になるということですんで、ちょっと面倒かなというふうに思います。ですので、まあ、おすすめとしてはですね、セブンイレブンの ATM でね、チャージする方がね、個人的にはおすすめかなっていう感じですね。まあ、スマホとお金をね、まあ、持っていくだけで、セブンイレブンのね、ATM であれば、チャージすることが可能です。セブンイレブンの、チャージ方法ですね、ウォレット画面からチャージをクリックしていただいて、セブン ATM をね、選択していただきます。そうするとですね QR コードを読み取るっていうのをクリックするとですね、QR コードを読み込む画面に、ね、なります。
で、この状態にした状態でね、ATM にね、行った方がね、まあ楽かなと思いますんで、この設定をしてからね、ATM に並んでいただいて、セブンイレブンのね、ATM でスマートフォンでの取引をクリックするとですね、ATM にですね、QR コードが出ます。そちらを読み込んでいただくとですね、企業番号っていうのをね、入力する画面という風になりますんで、そこでね、企業番号っていうのをね、入力していただいて、希望のね、金額をチャージしていただくっていう感じになります。企業番号をね、入れていただくと、お金入れれるようになりますんでね、まあそこでね、ご自身の利用したい金額をですね、入れていただければなっていう風に思います。まあ今回のね、キャンペーンが、1回の上限のね、支払い対象金額が、まあ、2500円で500ポイント、期間中5000円でまあ1000ポイントっていう風になっておりますんで、放送をねすごい利用されるっていう方はですね、まあ、5000円入れていただいてもいいと思いますし、そこまでね、まあ、利用する機会がねたまにしかね、まあ、利用しないっていう方であれば、その都度ね入金していただくのもいいと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、ローソン D 払いで 20% 還元キャンペーンをね、解説させていただきましたけども、もらえるポイントはですね、期間限定 D ポイントっていうものでね、まあ、付与されるわけなんですけども、まあ、こちらね、付与されるタイミングまでね、ちょっとできるかはちょっとね、微妙なラインなんですけども、現在ね、この D ポイントっていうね、期間限定ポイントは、ガソリンスタンドコスモ石油でね、ポイント利用するとですね、Dポイントの期間限定ポイントが通常ポイントにね、変わっちゃうっていうね、まあ、裏技みたいなのも今現時点でね、利用できますので、まあ、これがね、付与タイミングまで利用できればですね、この今回、このキャンペーンでね、獲得したポイントもですね、Dプリペイドカードにチャージしたりとか、JALマイルにね、交換したりすることもね、可能ですので、ぜひね、利用してみていただきたいなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった、お得情報、クレジットカード、ANA マイル、JALマイル、マリオットモブホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。